注目のエンタメニュースランキング。平野耀の動向にファンもメディアも熱視線。人気ジャニーズグループキングプリンスへのメンバーである平野耀の脱退と神宮寺裕太、岸優太の退場が話題となっています。その影響からか、日韓再造の週刊 PV 速報和解ランキングはジャニーズ関連の記事で埋め尽くされています。 さらに、ジャニーズの性加害報道も収束の気配を見せず、メディアも地なる動きを予測しています。岸優太は映画 G メンの主演も務めており、プロモーション活動を続ける必要があるため、フジテレビ系 VS 魂や日本テレビ系ザ・鉄腕・ダッシュに引き続き出演すると予想されます。 一方、平野志耀と神宮寺勇太のファンは彼らの今後に不安を抱いていることでしょう。週刊誌も地なる動きを探っているようで、注目の速報ランキング2位は、こと世界のんびり農家というアニメのレビュー記事です。このアニメの主人公は前世で体が弱く病院暮らしをしており、あるアイドルが農家で活動しているテレビを見て農家に憧れたという設定があります。 ジャニーズに関連する話題としても注目されています。ジャニーズ関連の話題は他にも4位と7位にもランクインしており、平野紫耀の人気の高さが伺えます。特に、スノーマンのサードアルバム、I doME も注目されています。かつて大所帯のグループは売れないと言われていましたが、彼らはその常識を覆しました。 今後、彼らの成長がどこまで続くのか、メグロハス以外のメンバーも主演ドラマを引き受けるようになれば、グループのさらなる成長が期待されます。一方で、報道された性加害に関する問題も大きな影響を与えています。ランキング5位にはジャニーズではないですが、芸能事務所スイートパワーの社長によるパワハラや性加害に関する報道があります。 また、9位には第三者委員会の設置を拒否したと噂される時尾の松岡正宏についての話題もランクインしています。テレビ局などの大手メディアは一旦報じただけで義務を果たしたと思われる傾向があり、報道の後は知りすぼみになる可能性も考えられます。 しかし、問題解決のためには、ジャニーズ自身が関与しない第三者委員会の設置が不可欠だと言えるでしょう。事情作用がうまく機能するか、ファンを悲しませるようなことが再び起こらないか、今後の動向が注目されます。さらに、ジャニのチャンネルの差別動画、炎上も話題となっています。平野仕様のソウルロケ炎上と同様に、 危険な判断ができない場合は外部の機関に頼るべきだという声もあります。ランキング6位には市川猿之助の騒動に関連して猿之助が酒のつまみになる話に出演した際の様子を記事化したものが入っています。猿之助にはパワハラ疑惑も取り沙汰されており、再び注目を浴びたようです。伝統を重んじる芸能界では コンプライアンス研修が盛んに行われるべきだとの声も聞かれます。ランキング8位には最近注目されている TBS の田村雅子アナウンサーの記事が入っています。彼女はラビットに出演しそのパフォーマンスが話題となりました。今後の彼女の活動にも注目が集まっています。最後に春ドラマの話題が10位にランクインしています。 なお主演の富士木曜劇場、あなたがしてくれなくても、が引き続き人気を集めているようです。このドラマは電子書籍やネットコンテンツでも注目を浴びており、コンプライアンスの観点からは問題のある作品とされています。今週のエンタメニュースランキングでは、平野紫耀やジャニーズ関連の話題が中心でした。 ジャニーズ事務所内での性課題問題が報じられ、その対応に注目が集まっています。一方で、他の芸能人やドラマの話題もランクインし、エンタメ業界全体の動向も注目されています。今後の各事務所やテレビ局の対応策や改革の進展に期待が寄せられています。 エンタメファンはもちろん、社会全体がより健全なエンターテイメント環境を求めているのです。